陸上自衛隊の 81mm 迫撃砲、L16 方針内。格好方針を採用している、指示下周辺と小準機方針下部と、そこいった迫撃砲を運用している、陸上自衛艦小準コリメーター型と L16、メディアを再生する、陸上自衛隊による、発射の様子 L1681mm 迫撃砲は、イギリスで開発された迫撃砲であり、 イギリス陸軍ほか各国で採用されている。アメリカ陸軍では M252 陸上自衛隊では8 1ト、mm、ル迫撃砲 L16 の名称が与えられた。L16 の L とは後継長のことで16後継の砲であることを表す。第二次世界大戦でイギリス軍が使用した ML3 インチ迫撃砲の後継として1965年に 正式採用された。方針など三部分に分解することで人力機でも運搬が可能なことから、不評に追随して、山中などでも運用が容易になっている。方針は、格好方針を採用しているほか、放熱のため、その株外面には品が設けられている。8 1ト、mm、ルクラスの迫撃砲としては、ズバ抜けて軽量であり、これが、 多数の国に採用された最大の理由となっている。イギリス陸軍は1960年代より運用を開始し FB432 装甲兵員輸送車などに搭載したが、特にフォークランド紛争では不評が分解して携帯することも多かった。陸上自衛隊でも64式 81mm 迫撃砲の後継として、 法和工業でのライセンス生産品を1990年代、初頭より採用しており、64式同様に、普通化中隊の主たる火力として運用されている。現在でも調達が続けられており、平成24年度は6問の調達が予定されている。価格は、約1000万円。初限性能砲弾、創薬採用国は40カ国に及ぶとされている。ありがとうございます。